円軽ガル町 A バス町内観光地をラッピング円軽ガル町 A バスとは北海道の門別郡円軽ガル町が運営する自治体バスである。民間事業者を含む円軽ガル町における戦後バス路線の概要についても当記事で述べる。円軽ガル町では戦時統合を経た北見バスを中心に北門バスなど民間バス事業者が中心となって路線バスが運行されるが1960年代より 沿線人口の流出やモータリゼーション化によって利用客が少なくなり、バス事業者による維持が困難になり廃止された路線を、いわゆる80条バスとして町自ら運行するものである。遠軽町になってからも北海道北見バスを中心に運行されるが、昨今の財政事情による路線一補助金教室の取り留めにより、段階的に路線廃止が行われ、 2009年10月1日付で、旧町域間路線となる円があるマルセップと円があるカミバロウが廃止され、マルセップ線は町栄バスが引き継ぎ、カミバロウ線は町内循環線の経路を一部変更して代替された。2010年10月1日には東助線が廃止されたが、円がある朝駅は円がある暗黒間で重複している円北線で代替可能なことから、 縁軽町による代替交通機関は設定されていない。その円北線は2010年度より国による補助条件から外れ自治体負担が増えたことから2011年4月1日付で廃止され円軽町域で折り返す清里線が引き続き北海道北見バスにより運行される。ルベシベ、北見方面は JR 関北本線があることからバスによる 代替交通は設定されていない。民間バス事業者は国道を中心とした運行体系としたため、国道から外れる円ガル、上踏高エガル、瀬戸瀬温泉、北門バスの高野前門別が廃止された。高野前門別線の円ガル町域と瀬戸瀬温泉線を、町営バスが引き継ぎ、文線は、上遊別町営バスが中遊別、上遊別、上踏みを運行。 公園ガル線は、神バロー線と統合されている。北見バスが1950年10月より、園ガルマルセップ、1953年6月13日より、マルセップ上部里、1960年より、園ガルマルセップ白滝、1964年4月1日より、マルセップ大乗丸と、マルセップ 15km の5路線を運行したほか、 北門バスが1949年10月よりマルセップ港の前門別を運行した。合併直前の時点で民間バス事業者が運行する一般路線はマルセップエンガルのみで、竹都市線は町営バスが引き継ぎ、その他の路線は完全に廃止されている。北見バスの営業拠点としては1951年7月25日にマルセップ車庫を開設。 1963年4月1日にマルセップ営業所となったものの、1968年8月12日に車庫に戻され、1972年5月14日に閉鎖された。以降はエンガル営業所が管轄する。1960年6月20日より、エンガルマルセップ間のマルセップ線を一部、白滝駅前まで延長。同時に、 白滝温泉線と私有別線が開設されたが、不採算路線の白滝温泉線は1962年に廃止された。他路線も廃止予定であったが、私有別中学校が白滝中学校に統合されたことによる通学の足確保で、マルセップ線はマルセップ発着に短縮されたが、私有別線と共に朝夕一往復ずつの運行で存続した。 北見バスの廃止以降は変わらず、スクールバス用として、車両1台を上都市1970年4月1日付で廃止。村による代替交通機関は設定されず、村内を通るバス路線は消滅した。1990年9月22日より運行を開始した円軽旭川間の都市間バスでは、村内にも停留所が設置されたが、旭川、 札幌方面だけではなくマルセップ、円軽方面への利用も可能となっている。生田原町は、町内、近郊路線はなく、門別円軽生田原北見の郊外路線が通るのみであった。円軽町発足まで、門別北見間の北見バス運行便が、円軽発着に短縮された以外に、路線廃止はなかった。北海道北見バスエン営業所は役場を、に、 北海道北見バスエンガル営業所を経由して運行される。1951年に北見バスがエンガル港の舞館を開設したが、1952年に北門バス営業権を譲と、エンガル港の舞門別館の路線となった。その後は、住友金属鉱山河の舞工業所の閉鎖や、過疎化などによる沿線人口流出により、 不採算路線となり1971年に廃止された後を受けて運行を開始した路線である。当初は白流まで運行されたが、白流地区の過疎化により千代田までに変更となった。瀬戸瀬温泉線北見バスが運行していたが、昭和40年代中盤より赤字が増大し、町が補助金を供出したものの好転せず、1973年に廃止された後を受けて、 運行を開始した路線である。遠軽中心街に近い西町、清川地区はこのバスによってカバーされるが、通勤、通学など、一般利用が多く瀬戸瀬温泉線だけでは、支障が出ることから、清川43号線折り返し系統が後往復設定された。この折り返し系統は、1983年11月1日に、 北見バスが、エンガル町内循環線の運行を開始したことにより、廃止された。2009年10月より、エンガルマルセップ線と接続を図る、要一便増を回された。北見バスが1950年9月28日に、エンガルマルセップ上ョーブリカンの認可を取得。1953年6月13日に、マルセップ上ョーブリカンの運行を開始した。 1964年4月1日には、カムイタキから分岐する形で 15km 線の運行を開始したものの1年もたず同年中に廃止。ジョ離ブリ線は1973年4月1日に廃止され、その後を受けて運行を開始した路線である。エンガル・マルセップ線・北見ミバスが1950年10月より運行を開始した。 1968年の再ピーク時には16便が運行され、エンガル優別との直通系統やマルセップ線を延長する形で、エンガルマルセップ白滝も設定された。沿線人口の流出により1970年以降は減便が続き、エンガル町、マルセップ町が補助金を供出したものの好転せず、直近のダイヤ改正では3便となっていた。 エンガル町からの補助金教室取り留めにより2009年10月1日に廃止され、その後を受けて運行を開始した路線である。瀬戸瀬中学校にて瀬戸瀬温泉線と接続し、エンガル市街から瀬戸瀬温泉へのアクセス工場が図られている。週3日運行の無料福祉バス。午前中に一往復の設定であったが、JR 関北本線の列車減便を補うため、 エンガル・マルセップ戦と共に一往復像を回された。ありがとうございます。